今日は付き合ってくれてありがとうございました。はい、かなたさん最近勉強に部活に一生懸命で頑張りすぎな気がして、ゆっくり休んでほしいです。そうだと嬉しいです。はあ、すみません、急に大きな声を出して。ただこの子がすっごく可愛くて。はい、オフィーリアにそっくりだと思いませんか？触り心地もふかふか、すべすべで気持ちいいです。どうしよう、この子欲しいな、買っちゃおうかな。ですよね。あー、どうしよう、悩んじゃいます。私、そんな顔していましたか？恥ずかしい。よし、決めました。この子をうちにお迎えします。えへへ、8割くらいは買っちゃおうかなって方に傾いてます。よし、決めました。この子をうちにお迎えします。オフィーリアもこの子と仲良くしてくれるといいな。は、はい、もちろんです。あの先輩、よかったら来週私の家にお泊まりに来ませんか？もちろんです。この子とオフィーリアと一緒にお部屋でゆっくりしましょう。